くちゃだ。前に進めない。でも前に進めない。本当だ、強すぎる。待って、白満杯。なんと満杯。落ちてくるか。え、どこだ。ゆっくりか。え、おい、あ、ちょっと待って。しまった。どうなる、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 どうなる。赤チーム優勢です。はい、ということで、このね、マイクラ大好き勢、モサ4名を集めて何をするかというと、はい、こちら、1年をかけて、様々な企画、はい、施設作り、思い出を作っていきたいと思います。思います。わー、はい、ワクワク。ワクワク、ワクワク。ワクワク。ということでね、今回は、まあ、一番近くて、運動会。はい。はい、10月にね、ちょっとできたらなと思っているので。はい、うん、はい、ということで、今日は何をするかと言いますと、土地探し。やっぱ探しに行くぞ。行くぞ、行くぞ、はい、行くぜ、行くぜ。もうね、じゃあ探しに行ってくる。行ってらっしゃい。行ってくる。行ってらっしゃい。この山よくね。おはい、はい、いい山見つけたらそれで大丈夫ですよ。ここでよくね。こんなに早く、はい、見つけてないよ。よーい、中心を決めよう。ここ、オッケー、じゃあ中心ここということで、ここが35マス目ってことになるけん、右に35、左に35みたいな感じで伸ばしていって、はいはい、行きましょう。はい、じゃあ土もちょっともらおう。やばい人だ、やばい人だ。土死ぬほどあるよ。本当に死ぬほどあるんだな。出してみろ。ね、あるんですよ。はい。待ってます。おい。おい。あれ、あれ。私もあげます。あ、本当だ。あー、もう持てないな。もう、うわー、もう死ぬ死ぬ、本当に。本当に死ぬて、だから本当だった。危なかった。ふぅ。2、3、4マス、3マス、2マス、2マス。おぉ、すごいすごい、丸になってます。社長、さすが天才です。イエーイ、天才じゃの。イエーイ。運動場の中は砂にやります。あー、砂いいね。砂いいね。え、上から見たらすごいね。あ、すごい。いいね。すごい、かっこいい。おー、かっこいい。でもこれ内側の円だから。すごい。内側の円だ。内側の円だから。あの外側にあのあれがいるっす。え、何マスします？トラック。10マスとかちょっと広げたくない？でっかいのご所望だぞ。でっかいのはかっこいいから。え、めちゃめちゃ進むじゃないか、また。え、マジですごいよ。ね。巻きだよ。え、すっげえ。すごい、めっちゃすごい。え、これビフォーアフター撮っとけばよかった。すごいやま。いや、すごいわ。マジ圧倒されるね、これ。これはでかいっす。うわーって。確かに。床をテラコッタにしたいのと、あと障害物競争の蓮を作りたいので。社長、これ全部テラコッタっすか？内側じゃなくて外側ね。外側よ、外側。ああ、外側。外側が。蓮子の砂は何だったの？テラコッタだとめっちゃいい色やなと思ったんで。確かにね。これをね、こう、なんか、ぐるっと巻きたいのだよ、私。とりあえず、今あるテラコッタを赤に染めて、ちょっとやっていこう。毛長を赤い染料を持ってくるように。染料どれぐらい、ありったけの染料ってこと？ありったけのよ。ありったけの染料。やばい、言われる。やばいよ。ちょっと音外してみんな。音外して。上から見てさ、みんな。どうか見てや。おー、ぽーい。どう、いい感じ？いい感じじゃあ、あの、レーンはね、分けない感じです。あ、ここにフェンスとかつけます。あ、フェンスいいね。フェンスやろ？何の素材がいいかな？石のフェンスでもいいし。石でも。石？これね。泥レンガの塀もかわいい。泥レンガはとてもかわいい。うん、かわいいよ。泥レンガ。こんだけ囲ったのに。はい、ということでみんなで泥レンガ作りまーす。はい。なになに、大丈夫ですか。完璧だ。いい障害物を持ってきましたので。お、なになに、スイートベリーです。おー、いい、めちゃくちゃいいじゃん。
もうちょっと頑張れ頑張れ。応援してる。これですよ社長。うまいうまい。お前も働くんだよ。ちょっとね、足りないからちょっと持ってきてセラちゃん。レンガ、持ってきてはん。どっち次。なに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 、ちょっとお社長これ見てください。ナラちゃん天才。いや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 、おお、これみたいな。だけどこの水はラバとか、そしてこのマグマね。おお、うん、え、めっちゃいい。これやろ、これこれやろ、天才のマジも。おいいじゃん。みんな頑張れ、働けみんな。お前も働くんだぞ。え、面白い。なんかすっごい面白い。舌が長くなったら、こう、あ、前が見えないから。あー、そっか。で、ここにしようかなと思いまして。いいね。で、これもうジャンプできないから遅くなるね。そうそうそう。遅くなるから、ちょっと舌をテコボコにして、ちょっと前に進むのがちょっと、憎くなったりし、うん、憎くしよう、憎くしよう。最後のカーブはプールにしましょう。じゃあ下を埋めます。あー、うん、そうか、そうなるのか、ね、この水のとこどうする、どうしようね。ドリップリーフはどうですか、新しくの。あー、それやりたい。あ、このピストン試してみたい。これね、めっちゃ面白い。クラッチコールダーの前に待てにーって。びっくりした。え、じゃあ勝負する？あ、行きましょうか。一旦、はい。じゃあ皆様、よろしいでしょうか。はい。メニマニカンパニー、障害物競争、位置について、はい、よーい、スタート。うわー、いけいけー。なんで湧いてんの？だい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 。はい、あ、次。は、あはおお、どこだったっけ、どこだったっけ、作ったの私。わあ、わあ、わあ、あれなんか連なって、連なっておる、連なっておる。おお、待って、お腹すいて速度が出ない。これは心配だ。お、お腹すいた。あ、ダメだこれは。まあ、落ちてもいい、大丈夫みたいな、ね。いた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 。へい。で、ここは、まあ、マグマー。早い。早い。はい。よし。食べ物に。あ、そっか、これ、登りながらいけんのか。待って、お腹痛い。痛い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 。あ、痛いよ。死ぬよ。普通に死ぬよ。これ、ここで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 、これ、やばい。これ前の人が乗っ取ったらさ、いけないんだ。あー、もうダメだ、死ぬしかないんだ。うわーん、うごい、うごい、これ死ぬしかねえんだ。はーい、リボン。めっちゃ速くない？追い抜かれたか。ごはーん、踏んでるんです。ここの真ん中の部分にね、まあ、建物を作って、まあ、あの騎馬戦っていうかっこいい名前を言いながらも、デスゲームっすね。なんかかわいい。かわいくなったな。どんぐりみたい。ほんとだ。あ、いた、いた。なんで私だけ殴るの、こいつ。はぁ、ルツケンさんばっかり。どうよ。私が犠牲になってる。ベニマニカンパニーでバイトしたいんですよ。私の席を狙って貴様。マイサラバー。すごい。親方上からケイナガオが。言ってきた。怖い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 。かわいいね。ほんと笑ってるもん、ほら。ニッコニコ。やめろ。闇になれる闇を感じるわ、笑顔。ベニマニカンパニーです。よろしくお願いします。ベニマニカンパニーよろしくお願いします。ほら、ちゃんとお辞儀したよ。ね、できた、すごい。みんなの努力が、いやマジ最高。いやだいぶできてきたな、マジで。うん、マジで綺麗。グラデーションしてくれて全然。よく張り替えたな、それね、すごいよね。照れておるな。ということで、明日ですよ、はい、本番。明日です。から明日20時からスタートします。
からです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2022年10月23日2時3時大運動会を開催いたします。はい、選手代表赤組リーダー花畑チャイカ。はい我々赤組は日々血の滲むような努力からここに来ました。我々はもう本来白組でした。ですがいつの間にか赤組になっていたのです。それはなぜかというと入り地で赤くなってしまったんですね。かっこいい。なんだこの野郎。カジュアルなんかじゃない、ガチだ。こっちもガチだ。ということで、はい、一旦この辺にしましょう。という感じでね、はい、よろしくお願いします。